フォルクルライダーの遠山匠です。今回はリボルト96を紹介したいと思います。さあ、このリボルト96なんですけれども、2023-24 年シーズンですねに、まあ、ニューモデルとして、登場しました。この足元部分がかなり、固めに張りが強くなって、逆にこのショッカー部分の旧モデルのこの95よりこうしなやかに、なったというのが、特徴です。で、このリボルト96どんなシーンでおすすめかなんですけれども、基本的にリフトに乗って、パークの比重の方がちょっとフリーラインより多いっていう方なんかには、非常に面白い板なんじゃないかなと思います。あとはグラトリとかね、まあ、バター系とか板ずらしたり板の端に乗ったりするっていうのも、板も非常にずらしやすいし、ノーズテールが結構スッと入ってくれるっていうところで、遊びやすい板なんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんですね、1本手に取って、2024-25 シーズンも、好き楽しんでいただけたらと思います。 Love the world, keep the sky on your mind.